第48回県美容技術選手権大会が20日松山市堀之内の市民会館で開かれ、県内の若手美容師ら17人がヘアメイクや着付けの技術を競いました。この競技会は県美容業生活衛生同業組合が若手美容師の技術向上などを狙い毎年開催しているものです。パーマの基本的な技術を試すワインディング部門には美容師免許を取得して3年未満の8人が出場しました。この種目は20分の制限時間で60本以上のロッドを人形の髪に巻きつけて仕上がりの美しさを競うもので、選手は真剣な表情で素早く手を動かしていました。またモデルを華やかなウェディングドレス姿にする洋装ブライダル部門には3人の選手が挑戦しました。選手はまず20分の制限時間でモデルを鮮やかにメイキャップ、その後7分間でドレスを整えてポージングを決めると、観客はきらびやかな花嫁姿にうっとりしていました。